はい、皆さんこんにちは、アチェでございます。ゆるタクシーベタツをやっていきましょう。まだまだクイックジョブです。さあ、どこ行っちゃうかな。あら、なんか読み込み遅い。わあ、これはすぐそこだね。362、うわ、安いなあ。これダメだなみんな同じとこばっかりだ。昔はね、乗りたいトラックとかで選んだ時期あったんですけど、何これみんな低い。あら、あらら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 、短いなぁ。もうちょっと長い。ちょっと短すぎんね。これは？うわ、短い。これしかも、あれだよね。新しい場所行ってるんだね。ああ、これはプラハからプラハか。そうかそうか。うわ、短い。まあまあまあ、それはね、ルートの長さでソーティングしてるんで。やっぱ3000ぐらいの。これ距離の割には単価いいんですね、これね。 15.19、 換気シャフト4トン。あ、じゃあこれいきましょうか。あ、今一瞬スカニアっぽかったんですけどね。あ、やっぱりスカニアだね。多分あれだね、あのなんちゃらかんちゃらってね、名前みんななんちゃらかんちゃら言うんですけどね、 S でもなく R でもないやつね多分なんだったっけ名前ね。さて、あ、今日もガンガンファンが回ってんね。そういや、今日は朝めちゃくちゃ寒かったね。左見て右見て左だね。あ、キーがままならない。あららら。あ、でもすごく加速いいですね。あ、まあ4トンだからかな。4トンだったよね。左見て右見て左。あ、いや、行かせてもらいましょう。あ、違うわ左側通行しようとしちゃった。あ、私もまだまだ日本の道走れるね、これきっとね。一瞬左側通行で間違えたもんね。あ、そうだそうだ、ストリームラインってやつだね、スカニアのね、きっと。なんかインパニも違うような気がしますね。確かデジタルでしたもんね。速度計がデジタルだったはずなので。そういや、今日ほんと寒くてね、もう今週でパッチやめたんですけどね、またパッチ開いちゃったね。中も2枚来て、わー、いっちゃったね。まあ行ったらもうね、9時ぐらいにはそこそこ暖かくなってましたけどね。8時頃出たんですけど、あ、8時ちょっと過ぎかな。わ、いや、でも、そ、あの、初めね、ベランダに出たのはね、8時ぐらいだったので、もう出たらすっごい寒かったね。これはダメだ、ということでね、来て行きました。あの、パッチも履いてね。まあ、事務所入ったら、まあまあ、それなりに暖かかったんでね。あの、事務所入ってストーブつけてみたら、ストーブも24度ぐらいまで上がってくれたんで、寒い時は23度とか22度なんですけどね。そんぐらいなんですけど、うん、今日は24度まで行ったんでね。昨日とかの暖かい時には25度ぐらいまで行ってくれてたんですけどね。厄介しょ。でもなんかパワフルだな。力強い力強い、これ。これは車線減らないんだね。あ、でもちょっと電気つけよう。何時かな今。あ、8時なんだね、これ。8時でこの明るさか。曇ってからかもしれないな。あ、ちょっとやばい。くしゃみがやばい。もう花粉がシャレにならないです。はい、割り込みさせてくださいね。あ、くしゃみがやばかった。ほんとやばかったね。よいしょ。そういや、今日ね、まあ、芸能人の人がね、覚醒剤で捕まったとかなんかね、言ってましたけども、それで持ち切りになってましたね。
まあ私もその人のね、CD 持ってたりしたんですけどね。まあ、人気がメジャーな曲は持ってなかったんですけどね。ただ私もにわかなもんですから私にわかなもんですからあの人がボーカルって知らなかった知らなかったね。アルバム持ってるのは古いですけどね、もう20年ぐらい前だったかな。いや、もっと前だね。友人とね、夜中ドライブに行ってたら、友人2人とドライブに行ってて、 AM ラジオを聞いてたのかな。山の方まで行ってて AM ラジオを聞いてたらね、何だったかな、家族対抗蛇合戦だったっけ、オールスター家族対抗蛇合戦だったっけ、なんかいう歌がね流れてて、何この歌とか言ってたら、また別の日に友人が、あ、歌詞分かったよ言ってね。で聞いてみたらね、まあ真面目な感じじゃないんでね、あれなんですけど、こらいいじゃないのと思わず私も買っちゃいまして、まあアルバムの名前が UFO だったかな、ね、結構ね、私メジャーな曲よりもね、その後ねメジャーな曲がちょろって出たみたいですけど、その時の歌よりも断然好きですからね、ほんと、ね、まあ当時カラオケなかったんですけど、ある程度ね露出するようになったんで、テレビでね露出するようになったんで、カラオケとかにね出てきだして、私も何度か歌ったことありますね。でもてっきりね、体が大きいし、見た目もそんなにビジュアル系じゃないんで、いや全然ビジュアル系じゃないんで、まさかボーカルとは思ってませんでしたねえ。まあでもなんかね、結構いろいろ露出してたので、なんかいろんなところに波及してるみたいですね。まあまあ違約金とかね、いろいろあるんでしょうけどね、大変ですねああいうね。まあその代わり、そういうこと失敗さえしなければガッポガッポなんでしょうね。まあ私にはまあ無縁ですね、またね。まあ無縁というかね、もういい加減お金が本当ね仕事がやばいやばいというか、まあまあ明日はね、うちの社長自らが私の前のところの社長と一緒にね営業仕掛けてくるよって言ってるんでね。まあうちの社長営業したらいいのになっていうぐらいね、引きつける話し方できますんでね、しはりますんで、ちょっと期待したいなと。これなかったら今月間違いなく赤字だよというところなんですけどねやばいな本当。だって今月どうしても入金とかになるとね2ヶ月遅れるんでね。まあまあちょっと現実的な話やってごめんなさい。あ、そうだそうだ、私ね、今日のコメント、今日か昨日かいただいたコメントでね、えらい勢いで動画上げてますね、ひょっとしてガチニートですかみたいなことをね、言われたんですけども、いや私は一応自称ね、自称フリーのシステムエンジニアなんで自称ですけど仕事は別にしてますよ、ね、いやいや、まあニートの人だったらもっと上げれるんじゃないかな。私だって仕事しながらでもね、何度か言ったことあるんですけど、最高1日21本上げたことあるんでね、ほんとね。まあ私のね武器はね、武器というか特徴はね、本数なんでね、編集なんか私要しませんので、もうそれだったらね、本数だけなら誰も負けないって言いながらも、私本数でもまだまだですもんね。確かね、まだ100位以内にも入ってないですよ本数ではもう4000本超えてるはずなんですけど前なんかで見たらね、世界的にあったかどうだかわかんないです、アジアなのかもしれませんし日本なのかもしれないですけど、130何位でしたね私ね、本数だけだとね。本当ね、本数だけなら誰も負けないと思ってるんですけど、私以上に上げてる人いっぱいいるんでしょうね。だって私ね、1日2本しか上げませんもんね。最低2本かな、最高で3本4本5本ぐらい。一時はね1日4本上げてましたけどね、毎日ね、毎日4本上げてましたけど、その時はさすがにね、もう時間が全然なくなっちゃったんで、今は1日2本を定期として、調子が良ければ1本もないし2本
ていうような感じですね。ですから合計3本か2本から4本ぐらいの間で推移するのかなと。まあ平均2本としてもね、それだけで年間700本、700個もっといくかな、あ、700本ぐらいですね。ですんで、まあ3本、平均3本できたらほぼ1000本ですね。だけども私も YouTube して5年以上は経ってると思いますんで、5年以上経ってるとすれば4000本だったら少ないよね、やっぱりね。年間1000本多いです。年間1000本、あ、ごめんなさい、裏返っちゃった。年間1000本ペースじゃないということですね。本当にね、いやー、でもガチニートか。いや、私の年でガチニートって、まあ、いるんでしょうけどね。まあ、中にはね、本当に、本当私の年ぐらいまではいいんですけどね。私の年より5歳ぐらい下の子なんか、本当下の年代なんかかわいそうだもんね、就職氷河期とか言ってね。本当。私60キロ出してたんでね。なんて言うんです？エンジンの音が結構ね、高かったので、もう気分80キロでしたね。ちんたらちんたら走ったんですね。さあ、いやー、まあ私もね、フリーターだった頃はあるんで、フリーターというかね、ああ、家事手伝いだった頃があるんでね、1年あったかな、ぐらいはね、親の住んでもうガジガジかじってましたからね。ほんとね、もういい加減にしなよって言われてね、まあ確かに近所の目もね、ちょっとね、辛かったっていうのがありましたね。真っ昼間にね、真っ昼間に近所の人に会うんで、まあ挨拶はしてましたけどね。とね、まあですけど、ほんとね、どっかね、ドカーンと当てて、どっかでちょっとぼーっとしたいな、一月ぐらいね。だね、この仕事だったらね、ほんと1ヶ月ぐらいの休み取ろうと思えば取れるんですよね。波がすごい激しいんで、ドカーンと来た時にはね、もう死に物ぐらいになりますけど、あとね、ああ、だからね、おととしにやったシステムはね、結構良かったんで、その後私、まあ、1年ぐらいかかりましたけどね、その後私、若干な燃え尽き症候群になりましたね。本当にあんな初めてでしたね、燃え尽きるんですね、人間ね。やりきったと思ったらね。まあビールも飲んでましたけどね、やりきったということで、燃え尽きるってありとかあるんだなって、本当にあるんだねってね、しばらく仕事が手につきませんでしたもんね。ああいう時こそ本当に、ね、旅行行くべきでしたね。私ね、ちょっとバカなことしちゃいました。ああ、コンってなってたんだ。はいっと、はい、じゃあこれで終わりましょうって。じゃあちょっと短いですけどね、この辺で終わっていきましょう。これ多分ストリームラインってやつだね。レベルは上がらない。はい、まだ新規ですね。というわけでね、じゃあこの辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。